では内装見ていきます。ドアトリムからですね、まあ、距離そこそこ走ってるんですけども、この辺りはそんなに気になるような、傷とか、汚れないですね。スカッフプレート周りはこんな感じになっております。でフロアマットはまあさすがにちょっと黒ずんでるかな。でシートはですね、レカロのフルバケットシートが、装着されていて、なかなか綺麗な状態ですね。で助手席が純正になります。あ、綺麗ですね。でステアリングですけども、純正の、ステアリングがついていて、ちょっとねこの辺色あせがこう出始めてきてるかな。まあこの辺はね社外品いっぱい出てますからね、変えていってもいいかなとは思います。でダッシュボード上ですけども、ちょっとねこの乗り跡がなかなかこれちょっと落ちなかったっていうのがあって、少し残っております。そこ以外はそんなに気になるようなところは、ないですね。で、カロッツェリアのナビがついて ETC が、こちらに装着されているといった感じですね。まあシフトブーツは多少この辺のちょっと劣化があるかなっていう、感じぐらいですかね。こんな感じですね。はい、ではエンジンをかけてみたいと思います。かかりは全然スムーズですね。アクセルのレスポンスもね全然悪くないですね。非常にスムーズな感じで、ナビはこんな感じでバックカメラ、ついております。で、こんな感じでね Bluetooth、対応してたりとか、あとはテレビの方もねこんな感じで、見れます。はい、よいしょ。ではリアシート見てみたいと思います。ちょっとここ汚れてるかな。リアシートの方はねすごい綺麗ですね。フロアマットもかなり綺麗なので、まあ、ほとんど使ってなかったのかな。で、トランク、トリム類の欠品とかは特にないですね。車載工具の方もこんな感じで、乗っかっております。で、左リアの、ドアトリム、まあ、この辺も綺麗ですね。あ、ここがちょっとほつれちゃってますね。ここだけ残念なところだな。こんな感じです。で、助手席、ドアトリム周りは、特に気になるようなところはないですね。スカッフプレートも綺麗な感じです。あ、助手席も多少こうちょっと汚れてるところはありますね、こっち側から見ると。はい、以上シビックの内装でした。